面積的債務引き受けをする場合、引き受け人以外の者が保証人であるときは、債権者は、引き受けにより債務者が免れる債務に付された保証債務を、保証人の書面による承諾を得ることにより、引き受け人の債務を保証する者として移転することができる。なお、引き受け人が保証人であるときは、承諾を要しない。また、面積的債務引き受けをする場合、債権者は、引き受け人が担保権設定者であるときは、引き受けにより債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を、あらかじめまたは引き受けと同義に引き受け人に対して意思表示することにより、引き受け人の債務を担保する者として移転することができる。なお、引き受け人以外の者が担保権設定者であるときは、その承諾を要する。並存的債務引き受けは、債権者と引き受け人となる者との契約によってすることができ、債務者の意思を問わない。なお、債務者と引き受け人となる者との契約によってもすることができるが、その場合には、債権者が引き受け人となる者に対して承諾をしたときに、その効力を生ずる。面積的債務引き受けは、債権者と引き受け人となる者との契約によってすることができるが、その場合には、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知したときに、その効力を生ずる。面積的債務引き受けは、債務者と引き受け人となる者が契約をし、債権者が引き受け人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。元本の確定前に寝ていとう債務者につき合併があったときは、寝ていとう権設定者、債務者を除くは、合併を知った日から2週間を経過する前、かつ、合併の日から1ヶ月を経過する前であれば、担保すべき元本の確定を請求することができる。その確定の請求があった場合には、寝ていとう権の担保すべき元本は、合併の時に確定したものとみなされる。法定値条件が成立する要件は、1、抵当権設定時において、土地上に建物が損したこと。2、抵当権設定時において、土地と建物の所有者が同一であったこと。3、土地と建物の一方または双方に抵当権を設定したこと。4、競売によって土地と建物の所有者が異なることになったことの4つである。抵当権設定時において、土地及び建物が異なる所有者に属する場合は、法定値条件は成立しない。抵当権設定時において、土地上に建物が損しない場合は、後に同一所有者により建物が新築されても、法定値条件は成立しない。その場合、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。抵当権設定時において、土地及び建物が同一の所有者に属する場合は、後にその一方が譲り渡されても法定値条件が成立する。確定日付とは、その日にその証書、文書が存在していたことを証明するものであり、交渉役まで付与される確定日付とは、交渉人が支所証書に日付のある印章を確定日付印をなつした場合のその日付を言う。そして、単なる支所である通知書や承諾書に、後から確定日付を取得することによって確定日付ある証書による通知、または承諾と言い得ることになるが、その場合、第三者に対する対抗力はその確定日付の日から生じることとなる。民法改正において、預貯金以外の債権については、譲渡制限の意思表示、譲渡制限特約がある場合でも、譲渡が有効とされ、一方、債務者は、悪意または重過失の譲り受け人に対して、履行を拒絶することができ、かつ、譲渡人に対する弁済、その他の債務消滅義務を対抗することができるとされたのに対して、
預貯金債権についての譲渡制限の意思表示、譲渡制限特約は、それを知り、または重大な過失により知らなかった譲り受け人、その他の第三者に対抗することができるとされた。預貯金債権について譲渡制限特約が付されていることは一般に広く知られていることから、預貯金債権の譲り受け人が同特約につき善意、無重過失である可能性は極めて低く、預貯金債権への支出権の設定についても債権譲渡に関する規律が適用されることから、預貯金債権への譲渡担保権の設定や支出権の設定は、金融機関の承諾を得ない限り、原則として無効となると考えられる。債権の譲渡につき、債権譲渡登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、民法の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなされる。この場合においては、当該登記の日付が確定日付とされる。債権の譲渡及びその譲渡につき、債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人もしくは譲り受け人が当該債権の債務者に登記事項証明書を交付して通知をし、または当該債務者が承諾したときは、当該債務者について、民法の規定による通知、または承諾があったものとみなされる。したがって、譲り受け人は債務者に対して債権譲渡を対抗することができることになる。ただし、債務者は、対抗要件組みまでに譲渡人に対して生じた理由をもって譲り受け人に対抗することができる。債権の二重譲渡がなされた場合において、譲り受け人相互間の優先関係は、第三者対抗要件が具備された時点の前後によって判断される。債権譲渡登記を利用する場合、債権譲渡登記がされると、当該債権の債務者以外の第三者については、民法の規定による確定日付ある証書による通知があったものとみなされ、登記の日付が確定日付とされる。また、両方に確定日付がある場合には、日付を問題とせず、到達の前後で決することとなる。債権の譲渡につき、債権譲渡登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、民法の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなされ、当該登記の日付が確定日付とされる。建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引き渡しがあったときは、その後に当該建物につき物件を取得した者に対して、対抗することができる。登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。抵当権設定登記の効果は、抵当権設定契約の締結時まで訴訟することはないので、抵当権設定登記以前に借地借や法上の対抗要件を具備した賃借人に対抗することはできない。抵当権設定登記後に、当該建物を建物所有者から賃借して、競売手続きの開始前から使用などしている第三者は、抵当権者及びその後に開始された建物の競売における買い受け人に対抗することができないが、買い受け人の買い受けの時から6ヶ月を経過するまでは、その買い受け人に対する建物の引き渡しを猶予される。この場合、当該買い受け人は、その引き渡しを猶予された建物使用者に対して、建物使用の対価を請求できる。